く楽しい放送をしていこうというふうに私も思っております。ですからもうこれ以降はね、今これあとこの後からそうですね、ここまでは九州で聞いてくれてる、まあ、なるほど、まあ少ないながらも私のファンもいるだろうと思いまして、ここまでは本当にお見舞い申し上げたいなと思いまして話させてもらいましたけども、ではここからは本当にいつも通り楽しいラジオをしていこうと思って言いますけども、何時だよ今。おいおいおい。怒ってるな。俺何時にここに入ったか知ってるか？何時ですか？12時半ですよ。ほぼ1時間前ですね。いや俺は。はい。俺は、1時からの放送って聞いてるんですよ。ね、はい、まあ、ごめんなさいね。なんか最初からこんなこと申し訳ないけども、1時からの放送でまずマネージャーが12時40分に入ってほしいって言うんですよ。はい、まあ、1時からの放送であれば12時40分。はい、まあ、妥当なとこがね、まあ打ち合わせもあるでしょう。そうですね。はい、で12時40分に入って1時。まあいいですよ、はい。それがまずうちのマネージャーの車のちょっとその読みで、まず10分早く入った。ね、まず12時半に俺は着いちゃった。なるほど。まあ30分前に着いて、まあ、10分しゃあないかなと思いましたよ。うんうん、ね。で、まあ、なんかディレクターさんがやってきまして、打ち合わせさせてくださいと。うん、おいや、打ち合わせしましょうよと。もともと私20分で打ち合わせの時間取ってるんですから。そうですね。やりましょうと。打ち合わせしましたよ。3分で終わりました。ろくな打ち合わせないね。いや、なんか、不死の銀の、ね、一日分に電話して。まあ、ここでこれね、不死のの方で、まあ、どう言うか分かりませんけど。じゃあ、分かんないんじゃん、みたいな。どうなるか分からない打ち合わせさせられてですよ。はい。3分で終わるものを、12時40分、20分取られた時、12時40分に入ってくれって言われて。そうです。30分に入っちゃって。ね。で、30分に入って、まあ、30分で行けばいいんだなって思ったら、なんかよく分かんない。最初のさ、最後の最後でディレクターが言ったら、というわけでございまして、だいたい1時10分頃お呼びしますと。なんか10分、なんかわからん感じで10分押してるんですよ、僕の中では。いや、俺は1時からのラジオって聞いてるんだから、1時から呼ばれるんだろうと思ってんねん。はい、はい。でもそれがなんとなく、1時10分ぐらいからの出番になりますと。はい。ああ、そうなんだと。うん、じゃあ俺40分待ちだ、みたいな。で、1時、まあいいわ、1時10分から、じゃあどうする、1時10分、10分かなと思って、どうすかね、今俺喋り始めたの、1時20分じゃありませんでした。いや、もう、ねえ、俺喋るまで50分ありましたよ。ちょっとメールを読みたいと思います。北海道、クズの星、36歳、女性。ああ、北海道、ありがとうございます。あんまり不機嫌な姿を見せると、また娘さんが、なんでパパはいつも怒ってるのと言われますよ。だって、大泉さん兄さん、いやこれはもう、入り時間の文句を言うなんていうのは、先輩として、一番恥ずかしいですよ。おかしいじゃない。この子、放送、始まる前から俺が文句言うことを、分かってるじゃない。さすがですね、地元の星を。俺が文句言ってないうちから文句言うと怒られますよって言ってるじゃん。すべて分かってらっしゃるんですよ。皆さん、ファンですから。うちの娘にこんなラジオ聞かせるわけないでしょ。でもすごいですね、驚きました。すごい人気があるそうですね。この間、星野源とご飯食べた時に随分自慢げに言ったんですよ。うん、3万通のお便りが来たって言って。いや、なかなか今のじゃね、3万通のね、苦情が来るメールってなかなかない。苦情じゃないんですよ。あのね、すごい長文のやめろやめろ的なやつが3万通来たっていうね。やめろじゃないんですよ。そんな兄さんみたいな日々文句言ってるばかりじゃないんですよ。いやでもね、驚きました。まさかね、一曲目からね、うちの娘の大好きなね、4がかかると思う。3です !4 じゃない、4じゃない。うちの娘、ね、いつからそんな大御所俳優みたいな冗談を言うようになったんですか ?4 が大好き。兄さんは。3です、3。4じゃないよ。3ですか。数字じゃないしね。そうですか。私が50分で待ってる間に考えたことをもう全部言いました。もう帰っていいですかもう。ダメ、まだダメ。まだダメ、みんな楽しみにしてたんだから。もう全部言っちゃいましたよ、もう。もう言っちゃったの。もう全部終わりました。だってもう俺に話す隙を与えないんだもの。なんだって、なんですか ?20 分で来てくれても5分間喋りっぱなしですよ、何ですか今日もね、頭にコンドームつけて。違うよ、ニット帽を頭につけてるのはコンドームじゃないの。青いコンドームじゃないの。コンドームみたいな帽子かぶってるじゃないですか。せめてピクミンとかにしてください、言うんだったら。コンドームじゃないの。青いコンドームじゃないの。何ですかその帽子は。ね。あなたね、僕はもうわからない。なんかあなたがね、なんかその、なんか人気があるっていうのがね、私は、初めて会ったのは、あれはいつでしたかね。結構前ですよね。もう 5年ぐらい前じゃないですかね。もうそんな前になりますか？ムジカという。ムジカという雑誌の対談でね。対談で。合わせてもらいます。大泉さんの連載で、僕ちょっとゲストで呼んでいただいて。私の、大泉洋のヨークーアという ね、はい、うね。音楽雑誌ながら私がただただ美味しいものを食べるっていう。そもそも企画が意味わからないですよ、ね。あのコラムにゲストで来ていただいた時に。はいはい、もうその時から文句ばかりでしたよ。
随分と人気の方だと言って会いましたけども、このチェリーボーイの一体どこに人気があるんだろうと。この童貞くんがなぜそんなに人気なんだっていうのが よくわからなかったです。兄さんは出会った時から今ずっと僕のことを童貞と呼ぶんですよ。あだ名をね、あだ名がもう、そのメールをね、この間いわゆる LINE をね、交換するまでずっとメールでやり取りをさせていただいて、その会った時にメールアドレスを交換してね、非常に楽しく先輩と後輩のやり取りをさせていただいておりましたよ。その時の呼び名すべて童貞ですよね。童貞はさ、みたいな。いいですよ。僕は童貞、僕が本当に童貞だったらいいんだ。何の文句もない。そうだものと、そうだものと思うけれども、完全な言いがかりですよ。兄さん。なんかね、うん、見た目がね、可愛すぎるんですよ。ね、今日だって頭にね、コンドーム乗っけてね、憧れのコンドームか知らないけど乗っけてですよ。なんかね、見た目が可愛くて、もうどうしてもこれが人気あるように見えない。で、私がね、そのコラムの中でね、うん、この童貞が人気あるんだったらもう怒るんですよ。童貞じゃねえよって。別に、いや、童貞じゃねえよ、いる。童貞じゃねえよ、俺、ナマラやってるよとか言ってた。ナマラは言わなかったです。ナマラは北海道人じゃないから言わないですけど。かね、こう、大学生にしか見えない。いくつなんですか、あなた。35です。いや、おかしいわ。35はおかしいわ。大学生ですよ、見た目。からね、お金もないのに頑張ってね、こうやってやってると私は。そう。童貞は、すごくお金がないんでしょって、お金の心配をしてくるでしょ、人メールで。あるよ、普通に。そこそこ稼いでいるの。金あるよって言うから、こんなこと言う人初めて見た。金あるよ、俺これ心配してくれてるのは嬉しいですよ、そりゃ。すごく嬉しいんですよ。もうね、でもね、食事に行きましょうって言って。はい、食事に行きましょうって言うと、必ず、おごってくれって言うでしょ兄さんは。その、高いところに行こうっつって。それは、もうね、もうぐちゃぐちゃ行動が。どうしよう。だから私はね、私はあなたを、バカにしたいから言いますよ。私は、あなたをバカにしたいからね、童貞で、お金がないって言いますよ。お金がない。うん。でも私はでも知ってんだよ、本当はね。あなたにお金があることは。だから実際、何かご飯食べようって思ったらね、そこはおごってくれって言うんです。兄さん、大泉兄さんの方がお金があるに決まってるじゃないですか。いや、私はね、本当に、誰にも私のお金はね、渡したくないんだ。おごってもらうチャンスがあるんだったら、ね、あるんですね。あと、その童貞に関して言うと、うん、この二人で解決するにはいいですよ。うん、でも、この、僕の隣に今いる、作家のテラちゃんですよ。テラちゃん、はい。テラちゃんは、Will Cherry Boy なんですよ。同い年ですよ、僕と。そうなんですか。それはね、ゲンちゃん、もう話題にできないよ。いやいや、本物のいいんですよ、話題にしてるの。いやいや、それはすごくオープンな話題。そうなんですか。この方でテレビで特集組まれるぐらいですか。そう、人気者なの。いやいや、それはね、でもね、何かのきっかけでできますから。それは CM 入ります。オールナイトニッポン、星野源のオールナイトニッポン、本日はスペシャルゲストに非常に不機嫌そうな大泉洋兄さんを迎えてお送りしております。僕はね、こんなところにまで突っ込みたくないけどもね、ジングルで星野源言い過ぎじゃないですか。違う。わかりますよ、すね、誰のラジオかは。そうですね。星野源って。いや。イライラするの。いや、うるさい。これだってかっこいい。わざわざ作ってもらったんですよ。トフビーツくんというクリエイターに。ちょっと、今日帰るまでに、大泉洋って作ってもらっていいですか。大泉洋って。ちょっと待って、もうただでさえスタッフが少ないんだから、うちの番組。そうなんですか。もう手いっぱいなの。この間にジングル作るとかも無理。手薄なんですか、スタッフ。そうなんですよ。このジングルを作ったことによって、一人スタッフが減ったんですよ。予算使いすぎて。予算使いすぎて。そうなんですか。普段作らないんで、ね。星野源がそういう扱いを受けてると気持ちがいいですね。とっても気持ちがいいですね。これね、今日、大泉さんと僕にやってほしいことっていうのを、先週から募集してたんですよ。リスナーの皆さんが届いてるんで、ちょっと紹介します。秋田県17歳、女性、遅刻でなぜ悪いさん。うん、大泉洋さんと星野源さんにやってもらいたいことなのですが、うんうん、シンプルに、ただただお互いを褒め合ってください。うわぁ。これじゃあ僕からいきましょうか。お、嬉しいな。うん、嬉しい。小泉さんは、はい、ちょっと真剣に言いますね。いや、言ってください。お願いします。毛深い。今、まずその、いや、聞きますよ。白いシャツから腕の毛がすごい出てるじゃないですか。
僕は怪我あんまないんですよ、腕の怪我、うんうん、すごい羨ましくていいなっていつも思ってます、うんうん、髪の毛がすごい、うん、今日特にいつもぐちゃぐちゃじゃないですか、うんうん、それいいなって、うん、ここまでの、僕もテンパーなんですけど、うん、あんまりそこまでいかないんで、うん、君はだからテンパーの風髪にも置けないよね今ちょっとだけ噛みましたキャザ髪だってテンパーを君それコンドームで隠してる憧れのコンドームでね憧れのコンドームなんかよくわかんないけどなんで隠したんでしょうね憧れのコンドームでね僕はもうそんな隠したりしませんよそうですね僕はもう僕は自信を持ってるから、うん、ベシッと見せてきま す、ね、まあ今日はメイクさんがついてないからこうですそうですよね、さっき写真を撮りたいって言ったら写真は NG でと言われましたね、うん、ああそんなこと言いましたかそうなんです僕は言ってませんよマネージャーが言ったんですご判断されたんですか、うん、今日はちょっとダメだと、うんまあ、逆に傷つくよねあそうなんだマネージャーはこの髪 NG なんだな俺の頭なんだ陰毛かそこまで言ってないです 誰もそこまで昔それで確かにめちゃイケで捕まったことあるけどもめちゃイケ警察に髪が陰毛だった髪が陰毛でわいせつ物致死血罪だったあとね、僕の腕から毛が出てるって言いますけどね、はい、これもね僕ものすごい気にしてるんですよそうなんですかはいすいません僕ちょっとすごい好きなんですよその毛がよく人が気にすること言いますねこれね星野くんね、はい、僕にしても謎の毛なんですよ謎の毛っていうの30歳ぐらいからあ30歳ぐらいからなんかよくわからないところの毛が濃くなってきてるんですよ突然生えてきたんですね20代の頃はじゃあないです20代の頃このあれでしょこの手首とから、はい、手首から3センチぐらい上のところの毛が濃いでしょ すごい血管の流れと一緒そうなんですよなんかねちょっと本当なんかゴルフのグリーンみたいなんかここだけちょっと濃いんですよでもちょっと思うんですけどなんで七分丈のシャツを着てきたんですかそれでそう不思議なんですあなたはねピーコさんかななんで僕の私服チェックするぞいやめっちゃおしゃれだなとすごい素敵だなと思うんですそのシャツこれめっちゃ可愛いよなすごい可愛いですね襟がちょっと丸くなっててそうでしょねでも写真撮影できないちょっと惜しいですよね。いや、いいです。撮ってくださいよ。マネージャーが。写真を。マネージャーが僕の髪を撮っちゃいけないって言ってるだけだって。僕は全然 OK です。全く恥じる必要がない。じゃあ顔面から下は大丈夫かもということ。顔面映してくださいよ。でもダメなの？そんなタレントいます？顔面から下しか撮れないタレントって。でも正直今僕と今1メートル以内ぐらいの距離で顔面をちょっと見させていただいておりますけども、はいはいはい、コンディション最悪ですよ、兄さん。兄さん。目は充血していて。違う。それはな、お前だ。12時半に呼ばれて50分待たされたら目も充血するわ。それは本当にすいません。それでね、あなたにね、コンディション最悪だって言われてもね、しゃあないですよ、そんなもん。で、もともとね、この10分とか15分ぐらいから入っていただくっていう、予定ではこっちであったんですけどね。いや、それちょっと聞いてないわけです。1時からって聞いてるわけですよ。伝達がね、うまく。1時からって素晴らしい、マネージャーさん素晴らしいとじゃないですか。その10分前に到着っていうのは素晴らしいですよ。マネージャーも大説教ですよ。こんなことで怒られる。僕はね、遅くついても怒んないけど、巻いて入ると怒るんだ、僕は。もうさっきもね、怒らないでって言われて。バカ野郎って言って僕怒るんですよ。娘さんに心配されちゃいます、ね、娘、絶対聞かせないからいいんですよ。あと、そう僕褒めたいところは。うん、もう一個、嬉しいな。うん、言うときだけ、今のところ一個も褒めてないからね。一個も褒めてないからね。うん、同じ、編集者さん。とね、担当の方がいるじゃないですか、うん、とある方が北陽さんどちらも担当されてる編集者さんがムジカのねムジカじゃない、ない方ですムジカじゃない方ですメディアの方です M 本出すときねそうそうそう本出すときのねオイズメッセとか出すときのねそうそうとかちょっとそのあんま実現はねできなかったですけどこう、うん、ご飯食べたいですねなんていうお話を、はいはいはい、これで2人でね言ったことはあるんですけどその時もこうその編集さん経由でね、うん、こうお話をしたりするときがたまにあって、はいはいはい、その時にご飯行きたいですねなんつって、うん、あじゃあ行きましょうよなんて言ってたんですけど、うん、その僕がね聞いたときは牡蠣のお店に行きたいと。牡蠣がすごく好きだということで。編集者の人ですか？そう、はいはい、とか、あともう、ヨウさんが、兄さんがすごく行きたいと。私も好きなんですよ。はい、そうなんですけど、僕、アレルギーなんですよ。貝が食べれないんでしたっけ？そうなんですよ。で、そうなんで、アレルギーなんですよ。なんで、ちょっと違うところにって言ったら、いや、そこでと。兄さんがもう、そこにしましょうと。その、アレルギーを発生させてやろう。童貞にと。おっしゃっています、先生が。という連絡をもらって。違います。それはちょっと違います。話違います。違いますか、それは。いや、牡蠣、僕も牡蠣が好きだし、そうですね。その、編集者も牡蠣が好きだから、牡蠣、ねうん、のお店にしましょう、つったんですね。そしたら、兄さん兄さんそしたら、はい、そしたら、
その編集者が、いや、先生、星野さんどうやら貝類が食べれないらしいですって言われて、え、マジでって言って、そうなんだ。だからちょっと牡蠣の店ダメでしたって言われて、そうなんだ。つって、じゃあこの店にしようつって僕が言った店がハマグリって店だった。そうなんですよ。いや、いいですよって。いや、大泉さんが行きたいんだったらそこでいいですよって言われたんですけど、そ, まあ、そこは私優しい兄さんだから、もうやめました。ね、あれちょっと今日、それもう一曲ね、お送りしましょうか。あれ、これ誰俺の曲かけてんのあれ俺の曲かかってんじゃないそれは聞いてください。マイケル・ジャクソンで、マン・イン・ザ・ミラー。はい、星野源のオールナイトニッポン。今日のゲストはね、大泉洋兄さんということで。あ、どうも。こんばんは。すごいですね。なんか、ちゃんとこう、モノマネをね、やっていただきたいと思って、振ろうかなって思ったら、もう、ご自身からやってくださるんですよ。いや、あのね、いや、僕、ずっと怒ってるけど、いや、いいですよ。モノマネね。いや、いいですよ。はいはい、ね、私の得意なマン・イン・ザ・ミラーかかったのはいいですけど、はいはい、その、どうなんでしょうね。マイケルに乗せて、ふわーっと俺のモノマネ被ってくるっていうのは、おそらく誰しもが求めてない形のモノマネというか。いや、でもちょっと、泉さん好きな人は多分すごく喜んでると思うんですけど。マイケルが好きな人にとってはこれ以上許せないことはないというかね。私僕、マイケルも大好きなんで。いや、なんか僕のファンにしてみたらなんかこう、なんか若干中途半端な感じで、本物と混じってるからなんかどっちがなんかどうかもようわからんし。そうですよね。それで、なんかこう、うん、なんかこう、モノマネ終わった後に、いや、どうでしたとか、なんか似てた似てないみたいな、いや、そんなことないだろうみたいな話もなく、ふわーっとまた、なんかその、また曲に戻るとか。違うんです。あの、曲を流して、流れた後に改めてこう振ろうと思ったら、もう曲中からモノマネをしだすから。いやいやいや、まあまあまあ、僕はもうマイクを生かさざるを得ないから。そこ生かす必要ないですよ、別に。目の前で目をつぶってもマイクになりきるから。いやいや、まあ、気持ちよくやってたけども、それでも別に、あの、終わった後でも僕はできたから。そうですね。そこでマイクを生かされた時のなんか。僕だけしか楽しめない感じになっちゃってたんです。すいません、生かしちゃいました。一番ダメなラジオだね。すいません。一番一人よがれなラジオだね、それは。誰も得しないラジオだな。すいません。あと、その、はいはいはい、褒め合うっていうあれだったんですよね。いや、いいですよ。あと、その後で褒める話をしようと思ったんですけど。いっぱい3万通来てるね、お便りもっと紹介してもらっていいですか。さっきのね、褒め合ってくださいから、はいはい、あなた一個も僕のこと褒めてないし、よくわかんないモノマネさせて。逆に褒めていただいてもいい。いや、ないよお前のいいとこなんかお前のいいとこなんか何にもないよ始まってから。もう、あの、褒めてもらっていいですか？流れで褒める話しようと思ったんで、曲がかかっちゃう。もうどうしよう。進行が本当すいません。曲をかけざるを得なかったんでね。ラジオネーム、毎日どうでしょうさん。大泉さんって、下ネタ話すキャラじゃないと思いますが、大丈夫ですか？だって。僕あんま話さないですよ、下ネタって。でも、いきなり童貞って言いましたね、あなた。童貞。しょうがないでしょ、目の前に童貞がいるんだから。人の帽子のことを、だって。こんな憧れのコンドームという、下ネタ話す人じゃないですか、これじゃあ。どこからどう見ても、これ、後で写真かなんか上がるんですか？もう上がってるんですよ。上がってる。見てください、これ本当に。青ピクミンと攻めて言ってください、だから。なんかね、自分ではつけられないから頭に被せてくださいみたいな、憧れの。つける機会がないから。憧れのコンドームですよ、これ。股間につける機会がないから。そうですよ。ラジオネーム、ハレンチトーストさん。大泉さんは、真田丸の他に、龍馬伝にも出演されていましたが、はいはいはい、今回が、初の大河出演となる源さんに、大河の先輩として何かアドバイスはありますか？さあ、だからね、ご一緒させていただいております。いいですか、この話して。お願いします。これはね、これは本当の話なんですけどね。はい。すごい、本当にお願いします。星野源さん。はい。まあ、今回、真田丸に、この後お出になるということで。はい、実はもう、つい先日、はい、もう、すでに星野源さん、もう、撮りましたね。あの、一シーン撮りました。ワンシーン撮られたんですよ。はい、それで、まあ、星野源さん、初めて、その、真田丸のリハーサルっていうのにこう参加することになったんですね。はい。私、驚きましたよ。なんか、夜に突然、メールが入ってまして。なんか兄さん助けてくださいって書いてるんですよ。これは大変だなと、これは偉いことだということで私メールを見ましたら、まあ真田丸、まあ、それいわゆる大河ドラマというものこう、はい、月曜日にリハーサルというのがありまして、その1週間撮るシーンを全部リハーサルするんですね。やるんですよね。でその真田丸、その大河ドラマのリハーサルっていうのは、うん、皆さんその着物でやられるんですよ。浴衣とかね。浴衣とか。はい、まあ、女性は皆さん着物、はい、男性はまああの浴衣で、はい、まあやはりそのまあ実際もちろん大河でも着物を着るわけですから、ね、まあそのリハーサルからその着物を着てやりましょうということで、はい、まあそれをあの星野源さんお聞きになられたんですね。うん、どうやらその大河ドラマのリハーサルというのは着物を着て浴衣を着てやるらしい。そうです。マネージャーさんから聞きまして。そこで星野源さん慌てられたんですね。うん、兄さん助けてくださいと、浴衣でやると聞きましたと。はい、どこに売ってるんですか、ね。これは切実だと、はい、これは教えてあげなきゃいけないと思いましたけども、はい、僕も着てないんですそうだったんですよね。これはね、先輩としてね、力不足感じました。そうですか、星野くん。これはね、僕も浴衣着てないで
そうなんですよ。そういう連絡が来て帰ってきて、僕も来てないんだよって。何にも役立たなかったっすね。一回も来てないんだよって。いや、あれで、今着る人も、はい、着る人は着るんですよ、はい。着ない方は着ないんですよ。ですから、あの、我々の大先輩である、福山雅治大先生、はい、着てませんでした。あ、そうですか。あ、じゃあ着なくても大丈夫ですね。福山先生もバシーっとなんか高そうなジャージ着てました。あ、高そうなジャージを。高そうなジャージ着てました。わかりました。ダイヤ散りばめられてるなんて。そんなジャージ着てました。幼稚園。え？幼稚園。大丈夫よって言って。福山さんにもちょっとお聞きしたいですね。タイガーに出る際の。そうですね。あの心意気を。はい。もう聞いた方がいいと思いますよ。何でも教えてくれますから。どうしたらいいですかね、ヒレタダ。ガンちゃん。あのね。はい。これ僕、怒られない？あの人ね、すごい聞いてますよ。そうですよね。僕もしっかり謝りました。そうでしょ。さっきからそのモノマネばっか振ってくるけど、あのね、現在僕の CM です、兄さん。星野源のオールナイトニッポン。ちょっと音がしないっつって。兄さん、CM 開けました。え？いや、星野くんさ、悪いんだけどさ、もうそろそろさ、僕の映画の話してくれる？今、ペン回しの話をすごいされてて。CM の間はね。そうですね。知ってるよね？僕、映画の宣伝で来てんの。知ってます。知ってるよね？ちょっとじゃあ、お聞かせいただきたいですよ。もう一個言うけど、俺2時までしか出ないからね。あ、そうなんですか？そうですよ。僕2時までって聞いてますよ。もしよかったら、その後も全然言っていただいて大丈夫。誤解を恐れずに聞きますけど、僕の登場ってあと7分ないんですか？そうですね、これだけよくわかんないものまねあと5分ぐらいですね。自分でしたんじゃないですか。自分から映画の話しっかりとねってディレクター言ってるけど、もう遅いんだよ、君言っとくけど。はい、じゃあ、兄さん、わかりました。兄さん、わかりました。兄さん、今日は何で来たんですか、はい、いや、まあ一つにはね、はい。今ね、星野源君がやってるラジオのゲストです。本当にありがとうございます。もう一つはこの、4月23日公開になります。はい。アイアムヒーローという映画です。これはもう、嬉しいなぁ。主演をされている。主演でございます、はい。私も見させていただきましたよ。嬉しい。忙しい中、申し訳ないね。面白かったですよ。なんでも、原作のファンだとか、うん。そうなんです。こう、どういう映画なんですか、このアイアムアヒーローという映画は。え、やっぱり告知をするからには、やっぱご自身で説明していただかないと。こんなにね、単純な、うん、あのね、映画に大事なことっていうのはね、もう、うん、ストンと短くストーリーが言えることなんです。なるほど。勉強させていただきたいです。この映画何かと言いますと、うん、このゾキュンという、はい、謎の感染症でこうゾキュンという、 こう謎のこう攻撃的な生命体に変わってしまった人間がこう、うん、襲ってくる映画でして、うん、私はこのうだつの上がらないその漫画家のアシスタントなんですね、はいはいはい、ところがクレー射撃が趣味だったという、うん、そのところがいろいろありまして、うん、その銃を持ってこう家を締め出されてしまった、うん、そこでこの感染症でもうどんどん人類が族群になっていくというそのパニックに見舞われまして、はい、最終的にその襲ってくる族群をこの秀夫という主人公の私がどんどんこう倒して有村架純ちゃんだとか、うん、長澤まさみちゃんだとかを守っていくという、うん、ですからもうその一つのその秀夫という男の成長の物語もあるわけですよね。うだつながらなかった男が女性を守るまでにこうなっていくという、うん、それはでもだからもうあの最初はうちはもう銃をせっかく持ってるにもかかわらず、ちょっと待ってください兄さん、めちゃくちゃ長いです説明が一言でちょっとびっくりしたんですけど今どうですか、すぐ長かった一言じゃん、まあそういう映画です。そうですよね、もうあのねゾンって言っちゃいけないんだ、ゾキュン、はいはい、ゾキュンの造形と動きがもう素晴らしいですね。それやっぱり原作ファンからしても、はい、あといわゆるこうまあゾキュンってちょっとまあ別物かもしれない、いわゆるまあゾンビ映画って言われるもの、まあまあまあ大好き、ね、大好きなので、ジャンル的にゾンビ映画ね、すごくフレッシュな場面がいくつかあって僕はすごく大好きでしたよ、はいはいはい、そんな中でこれメール来てます、はいはい、ユミさん、大泉さんに質問です。新しい映画アイアムアヒーローが始まりますが、髪型がくるくるじゃないですよね。映画予告を見ましたがサラサラでした、うん、大変でしたかっていうメールが来てるんですけど、サラサラなんですよ、あの兄さんの髪の毛が、うん、で兄さんが本当にあの器用なあの、いい人というか、もう自分がちゃんと出せない、うん、どちらかと今横にいるテラちゃんに割と似てるんじゃないかなっていう感じのキャラクターをされていてですね。そうですね。はい、確かに私が求めた、こんな人になりたいなっていう方ですね。原作の鈴木秀夫そっくりなんですよ。そうですね。そうなんです。似てます、ええ。ありがとうございますって言いましたけど、別に褒めてませんから、ね。あれ、兄さんこれ CM 行ってるってことは。ちょっとね、あのね、見てください。あの、東宝さんのあの怒った顔。兄さん、これもしかしたら東宝戦でもめっちゃ怒ってますよ。もうちょっと映画の話しましょう。2時台まで行きましょう、兄さん。いや、違う、僕ね、違う。
星野源のオールナイトニッポン、今夜は大泉洋さんがゲストに来ていただいております。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。アイアムアヒーローのお話を聞きましょう。お願いします。そうそう。で、話のね、途中だったんですよ、でも。はい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 、その、でもその鈴木秀夫という役が、うん、いわゆるこう、大泉さんが今までやられてた役とちょっとだけ違うイメージがあって、すごく新鮮だったんですよね。ものすごく繊細に演じられてました。ま、あの、うだつが上がらないっていうことで言うと、まあ、あの、まあ、まあ、まあ、割とやったことがある役ではあるんですけどもね。でもまあ、最終的にヒーローにまでなっていくっていうのはあまりやったことがないですね。だから、まあ、最終的にヒーローになっていく分、やっぱその前半戦のね、この、なんともうだつの上がらない感じというのが今回際立ったかもしれませんな。あの、インタビューでちょっと読んだんですけど、あの、最後ね、まあ、最後というか、後半、あの、なんて言えばいいんだろう、かっこいいシーンがあるところを、ようさんは、兄さんは、自分がかっこよく演じたくないっていうふうに思っていたっていうお話を聞いていて、あの背中の姿のところですね。それがすごくいいなと思っていて、あの、鈴木秀夫本人は、あの、かっこいいとか思ってないんだけど、周りがかっこいいと思ってしまうっていう、そういうヒーロー像みたいなものを、洋さんが体現しているような感じがして、すごくかっこいいと思いました。だって、まあ、その、なんですかね。だってかっこいいとは思ってないわけですもんね。本人はね。本人はね。必死ですよね。必死ですからね。うん、ただまあその、シーン自体はね、客観的に読めばかっこいいわけですけども。うんうん、だから、かっこいいシーンをかっこよく演じようと思ったら、まあ、まむさらまあ気持ち悪いだろうなというところでね。まあ結果、見た人がかっこよく、見えるという結果になると一番いいな、なと思って、まあ演じてはいましたけどもね。素晴らしい。ありがとうございます。ラジオネーム、カホタスさん。ヨウさん、映画、アイアムヒーロー、いろいろな賞を総なめしているらしいですね。ありがとうございます。おめでとうございます。もう出る映画戦全部撮ってます。すごいですね。4カ国で6冠取りましたからね。すごいな。なんかポルトガル、スペイン、はい、ベルギー、アメリカ、4カ国で、全部で6冠取ってるんですよ。なんかその、僕、見終わった後に本当にヒットしてほしいなという、日本国内でも。なんかこれがヒットすると、もうあの、日本映画の枠がこう、ぐわっと広がるんじゃないかと。そうですね。うん、もっとなんかこう、こういうのも当たるっていうことが分かると、そうですね、もっとなんかいろんなもの作れると思うんですよね。うん、でしかもこう結構ね、過激なところもあるじゃないですか。あります。でもそれもなんていうか、こう、エンタメの範囲をこうグッと広げてくれるような過激さというか、うん、そうですね。カップルとか絶対面白いと思います。ギャーとか言いながら見る。面白いと思います。ですよね。あれね、やっぱりどうしたってね、女の子はね、なんとなくどっか男の人にどっか触っちゃいますよ。どういうことですか？あ、映画見てる最中ね。そうギャーっつって。今なんかその、股間の話だと思ってました、今。いや、だって、何を急に言い出すんだろうと思って。なんかこう、腕とかなんか、ついつい持っちゃうと思うんですよね、見ながら。そうですね。ちょっとやっぱ、ひってね。ちょっと怖いから。あっとかってこう、ちょっとこう、やっぱこう、ボディタッチがこう、あるわけですよ。これいいですよね。これやっぱりね、ぐっとパリね、距離近づきますよ、やっぱり、ね、男と女の距離というのは。ただ一個心配だったのが、有村架純ちゃんが、可愛すぎて、カップルで見に行くと、ちょっと仲悪くなっちゃうんじゃないかなっていう心配が、男が目移りをしちゃうんじゃないかという。可愛すぎて。なるほどね。大丈夫でしたか、ヨウさんは。可愛すぎて。いや。まあ私もね、もうやっぱりいいおじさんですからね。はい。そこね、やっぱりいちいちね、やっぱりこう、有村ちゃんと共演してね。可愛いな。やばいな、俺とかやってたら、これ仕事になりませんよ。そうですね。大丈夫ですよ、大丈夫ですか。でもやっぱ可愛いですね。ですから、いいですね、でも、よくね、私、インタビューなんかで答えてるんですけども、はい、やっぱりなぜ秀夫が強くなれたかというのは、やっぱりその、かすみちゃん演じるヒロミという女がいるわけですけども、もうたまたまそのパニックになった状態で、同じタクシーに乗り合わせて逃げたと。もうその偶然がこう二人を引き合わせただけなんですけども、そのもう荒廃しきった世の中で、ヒデオにとっての唯一のなんかこう、身近な人。それがやっぱりもうヒロミだったと思うんですよね。だから、もう今この子を失ったら、このなんかもう、荒廃しきった世の中で自分のなんかこう生きるなんか道しるべみたいなのをなくすと思うんですよ、はいはい。だからどうしてもこの子だけは守りたかったんだと思うと。それが私も演じて非常にリアルに思えたんですよ。この子だけは失えないと思ったんですけども、うん、例えばその偶然タクシーに乗り合わせたのがおっさんだったら、おそらく降りたところで、じゃあまああとはまあ、別々に行きましょうって言って。そうですよね。僕が守るってことにはならないですよね。じゃあ僕じゃあこっち行ってみますって。富士山登りますって。いや、それもありだと思います。ありだと。それもありだと思う。みたいなね。まあ、最悪連絡先だけ交換して。どうすか富士山。ああ、そうすかみたいなね。でもこれやっぱ、有村架純だったら、やっぱそれは守ろうってなります。そうですね。ね。まあでも確かに、ということは、その、ひろみちゃんが頼ってるって構図だけれども、実は、秀夫も、彼女がいたからっていうのがあったんですね。しかも、このタクシーに行くまでのシーンの長さ、ロング、
あれいいですよ。ものすごいかかりましたよ。すごいですよね、あれ。カメラを抜けたちっちゃな車がブワーって走ってずーっと僕のことをこう、はい、撮っていくんですよ。で、僕はその車を追っかけながら走っていくんですよ。はい、あれ撮影すごい大変だったろうね。大変でした。つまり、カット割らないのでね、その間と。うんうんうん、その一連の間で、やれ、車が突っ込んできたり、上から雑巾が降ってきたり、雑巾が車に引かれたりとか、延々やるんですよ。そうなんですよね。それをまた監督が OK 出さないんですよ、なあ、素晴らしいですね。何本僕走るんですかっていうのをね、うんうん、やりました。何本も撮ったんですね。やりました。でもその撮れ高が十分に出てると思いますね。いや、ありがとうございます。ぜひ皆さん、公開は4月の23日からです、ね。4月23日、もうすぐですよ。そうですね。もう本当に、まあまあ本当に、まあ、怖い怖いって言う人もいますけど、うん、でもそこまで怖くないでしょ。そうですね。笑うところもいっぱいありますね。うん、なんかこう、終わった感じはなんかこう、爽快感があるでしょ。そうですね。だから本当にカップルでもいいと思います。一人でも行っても面白いと思います。全然いいと思います。ぜひ皆さん、見に行ってください。お願いします。ちょっと星野源のうなど日本を聞いてる皆さんに、最後に一言、メッセージいただいてもいいですか。星野源のオールナイト日本を聞いていただいている皆さん、はい、本当に、この、くだらないラジオを聞いていただいて、本当に、星野源に代わりまして、私が、代わりに、謝罪させていただきたいと思います。謝罪なんですね。本当にすいません。この下品な放送をずっと聞いていただきまして、ありがとうございます。その星野源の友達の大泉洋の映画を見てみませんか？星野源が面白いと言っている映画なんで、これは面白いんですよね。そうですね。ぜひ。そうですよね。僕も見てほしいですもん。そうでしょ、うん、これ本当に面白いんですよ。うん、それじゃなかったらこれ海外でこんな賞取りませんので。ぜひぜひ皆さん本当に、ね、もう公開間近でございますので、はい、ぜひぜひ、あやまひろ、4月23日公開ということです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そんなわけで、星野源のオールナイト日本、スペシャルウィーク、うん、初めてのゲスト、大泉洋さんでした、うん。ありがとうございました。いや、ね、ありがとうございました。それじゃあ、この曲でね、この曲で大泉さんをお送りしたいと思います。嬉しい。ダニー・ハサウェイで、You've Got Free。お送りしたのは、ダニー・ハサウェイで、君の友達でした。すごくいい歌ですね。兄さん兄さんさっき送り出したのに驚きました。こんなにいい歌だった。兄さん、まだいてくれるんですか？うん、もう完璧帰るタイミングにしてます。じゃあもうちょっとだけお付き合いしていただいていいですか？いやもうちょっとお付き合いさせてください。ありがとうございます。すごいみんな今、うん、あ、いえ、いえ、見てください。うちのマネージャーも拍手してませんからね。入りたいなって若干、ね、何やってんだよ。2時まで釣ってんだろうっていう。じゃあちょっとこの次の企画一緒にやっていただいてもいいですか？そうなんですよ。僕ね、最初にその企画聞いた時点からちょっと思ってました。わ、うん、かりました、はい、じゃあここで月曜日から土曜日の大型日本パーソナリティ同士が対決する特別企画をお送りします。題して、曜日別パーソナリティ対決、肺活量ナンバーワンは誰だ、君はバラより美しい選手権。月曜日私星野源、火曜日バックナンバーの皆さん、水曜日 AKB48 の皆さん、木曜日岡村隆史さん、金曜日三代目 JSOUL ブラザーズ山下圭。うるさい、うるさい、え、おい、なんすか。今名前読んでるから、ちょっと静かに練習してる。JSOUL ブラザーズ、山下健二郎さん、土曜日、オードリーのお二人、このパーソナリティたちが、僕の大好きな一曲、布施明さんの君はバラより美しいのサビ、最後の川田の秒数を競いますと。はいはい、そんなわけで、今日急遽、兄さんが。いやね、まさか私の持ち歌がね。持ち歌なんですか？私カラオケ行ったら確実に歌いますからね。そうですか。はい。僕もなんですよ。偶然ですね。だってこの歌、こんなに歌って気持ち歌ないですよ。そうなんです。それが腹立つのが、この間まで俺に言ってた現場マネージャーが、若いくせにこの歌歌うんですよ。いいじゃないですか。カラオケってあれ誰だこの曲入れたのって思ったら、なんかヘッタクタのうちのマネージャーが歌い出すんですよ。いいじゃないですか、歌なんだから。もう全然ダメだと思って。さあ、じゃあ今日はですね、この優勝した曜日に5万円分の番組ノベルティが贈呈されますんで、マジそれをですね、番組リスナーのみんなで山分けプレゼントとなります。優勝目指して頑張りましょう。じゃあ俺が取ったら5万円分、ただ俺がもらっていいんですか？ダメです。それはダメです。兄さんのところに行ったら意味がないでしょ。リスナーのところに行きますから。僕と、川田今やっちゃダメなんだ。今二人でやっちゃうんでダメなんだ。ほんまにそうと。じゃあもういきなりもうやりましょうね。先行ここどっちがやりたいですか、兄さん。いやいや、まあ、ちょっと若干ちょっと星野くんの場、ちょっと、やっぱ高校で行きたいな。わかりました。星野くんの場聞きたいな。よし。じゃあちょっとドリンクをまず飲ませて。いや、もうそれ大事だ、それ大事だ。川田だけでいいですか？そうです。今川田だけでいいです。若干僕の普通の、そうです。ちょっと待ってくださいね。ちょっとドリンクタイム。
し。なんでそのやらしくの。いちいちそのやらしくの。これあの、ちょっと、通過儀礼です。よし、じゃあ、いきますよ。先行。これ一発勝負ですよね。これ誰が測ってくれるんですか。これね、スタッフのみんなが、あの、二人体制ぐらいで測ってくれます。大丈夫です。どの長さを競うんですか。かはあった。かからです。かはあったの、かからの、かからも、どれだけ伸ばせるか。だからあの、あいやいやいやみたいなやんないです。もうただただ伸ばす、伸ばす。そういうのやると減っていきますから。あ、はいはいはい、空気がね。はい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 。いきますよ。それではじゃあ先行。星野源。参ります、どうぞ。歩くほどに、踊るほどに、ふざけながら、じらしながら、バラより美しい。わあ、君は。ありがとうございます。22秒。いやいかがですか、兄さん。みっともない。もう確実に、確実に最後はもうなんかもう、志村けんさんみたいになってますね。あんなのね、アーティストとしてダメですよ。ダメですか。そんな、あれで伸びたと言っていいんですか。なるほど。あれで歌えたと言っていいのでしょうか。やっぱりずっと全力を、全力出したつもりだったんですけどね。伏瀬さんはあんな風に歌いませんよ。あ、なるほど。最後に、じゃダメじゃないですか。かっこよく歌っていただきたい。あ、そうか、わかりました。じゃあ最後までかっこよくお願いします。高校の、じゃあ、兄さん。ね。大泉洋さんの、変わったです。どうぞ。歩くほどに、踊るほどに、ふざけながら、じらしながら、バラより美しい。わあ、君は。どうですか。え？11秒。ちょっと待って。兄さん。ちょっと今もちろん冗談ですよ。ダメです。一発勝負なんだから。ちょっともう一回だけ。もう何ですか。今ちょっともうあのずっと志村けんさん。頭から入っちゃいました。ずっと志村けんさん。頭からもうアインの製法で入っちゃったじゃないですか。これだともうもはや志村けんさんで競った方がいい。そうすると岡村隆史さんまで繋がるなんか全部。いや、それはこの企画の意図をちょっとしないですよ。ね、月曜日から金曜日のパーソナリティがみんな志村さんで真似してましょうから。僕もじゃあ志村さんバージョン。いやいいですいらないです。志村さんバージョンいらないです。もう一回だけチャンスください。もう一回じゃあ兄さん あの、もう伏瀬さん持ち歌なんですか。持ち歌としてね、本気でやっていただきます。立っていいんですか。立ってもいいですよ。立っていいんですか。俺も立ってやればよかった。もうダメ。じゃあ兄さんどうぞ。はい、兄さんの変わったです、どうぞ。ふざけながら、じらしながら、バラより美しい。わあ、君は変わった。兄さん、はい、16秒です。兄さん、16秒です。完全に本気を出してましたけど、今。すっごい普通じゃないですか。普通だし、最後、志村です。完全に志村さんでした、今。つって終わってました、今、最後。ちょっとごめんなさい。はい、もうね、喉潰れてる。ちょっともう明日のお仕事もあるんで、無理しないでください。ちょっと、もうちょっと、ベストコンディションでやらせてもらっていい。そんなに絶対最初の志村さんですよ。夜中のね、はい、12時半に呼ばれて、はい、もうね、喉が潰れてるんですよ。明日もう一回やらしてくださいよ。明日来る。明日バックナンバーの皆さんの。ぜひ皆さん期待してみてください。そんなわけで。すごい普通だったな。ね、じゃあこの本物聞いてお別れしましょう。あ、ね、いいですね。布施明さんの君はバレる美しいかけますから。あ、そうですか。はい。ちょっと最後に、うん、星野源のオールナイトニッポンを聞いてる皆さんにメッセージ言っていいですか。うん、はい、お願いします。星野源のオールナイトニッポンを聞いてる皆さん、本当にありがとうございました。大泉洋です。うん、はい、いよいよ4月23日公開になります。はい、アイアムヒーロー、はい。あの、出すの上がらないですね。漫画家のアシスタントがですね、うん、女性を守るために強くなっていくという話です。うん、この謎の、このゾキュンという感染症に陥った人類がですね、はい、どんどん襲ってくる。その中の、野球ヒロシさんっぽくなってきてますからね。その中の、パニックの中で、人々が必死に生きる姿を、
お届けします。100万円クイズハンター本日のゲストは大泉洋さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。Thank you! Thank you very much! Thank you! Thank you! ゲホシノえ、星野源のオールナイトニッポン、今週はスペシャルウィークということで、先ほどまでね、大泉洋さんゲスト来ていただきました。本当にありがとうございました。あのですね、さっき僕が言ってたアレルギーの話、編集者さんとのやりとりのアレルギーの店に星野を連れてってやるみたいなやりとりの話と、僕が浴衣を相談した、浴衣どこで買えばいいですかっていう時の、実は時系列同じ時間帯なんです。で、これをね、本当話したかったの、ずっと。で、編集者さんから、もう、いわゆるこう、テレビの中の大泉さんのキャラクターの、お前をひどい目に遭わせてやるっていうのと、僕が直接どうしたらいいですかっていうことに対する返事の丁寧さ。僕は、浴衣を着てないよ。だから、玄ちゃんも大丈夫だと思う。他にも着てない人がいるから大丈夫だと思う。でも、もし、買いたいと思ったら、いろいろわかることはあるから、マネージャーの岩田くんを玄ちゃんの、現場に連れて行ってあげようかとか、ものすごい丁寧なメールもらったんですよ。で、俺その中で、大泉さんっていう人の、素晴らしさっていうか、両面。で、テレビでキャラクターのなんか、一人人を返すときには、冗談を言う大泉洋であり、直の時は、すごくまっすぐな役者としての先輩の、ご本人はちょっと不甲斐ないっていう冗談のように言ってましたけど、本当に僕はそれが嬉しくて、ありがたくてありがたくて。なのでもう、より大好きになってしまったですね。なので、褒めるってこと全くできてなかったんで、この話をちょっとずっとしたかった。すいません。そんなわけで、星野源のオールナイトニッポン、メールテーマ。辛かった、苦しかった時に笑えたことというメールたくさんいただいております。紹介します。源さんこんばんは、こんばんは。私が長年勤めていた会社を辞め、新しく派遣で働き始めた時のことです。新しい環境に馴染めず、仕事帰りに泣きながら、もう会社を辞めたい、と主人に電話をしてしまいました。その日、主人の帰りを待っていると、いきなり、全裸姿の主人が、ただいまーと満面の笑みで帰ってきました。え、どういうこと全裸姿で帰ってきたってこと？すごいね。外で全裸になったってこと？とっても驚きましたが、めちゃくちゃ面白かったし、私を笑わせようとしてくれた気持ちが嬉しくて泣きながら爆笑しました。だって。そして次の日、風邪をひくようなバカな主人ですが、そうやって私が辛い時、苦しい時はいつも笑わせて元気づけてくれるので、とても感謝しています。だって、いいメールだね。ラジオネームチーコ、ありがとう。これ多分玄関の前で脱いだんだよ。寒かったろうに、ただいまーっつって全裸で帰って、チンコプラプラさせながらね。素晴らしいですね。ありがとう。ラジオネーム、おとよ。二十歳の時、阪神大震災に遭いました。震度7で、周りの家はぺちゃんこ。みんな避難所へ。たまたま私はインフルになってしまい、インフルエンザになってしまい、幸い残っていた自宅で一人寝ていました。余震のたびにドキドキ心臓は痛くなるし、薬はなくてしんどいし、本当に不安で辛かった。やっと体調が戻り、近くの避難所に炊き出しの手伝いに行くと、大学のボランティアで高校の同級生がいました。おぉ。しかも当時片思いだった人。太ったねとか、その服センス悪いとか、今の自分たちをネタにつまらないことをたくさん言い合って久しぶりにたくさん笑いました。普通の会話が痛かった心を救ってくれました。今避難して心を痛めている人たちも、ぜひたくさんお話ししてください。すぐには無理かもしれないけれど、少しでも笑顔になりますように。ありがとうございます。兵庫県赤パジャマさん。小学生の頃、大切な人が亡くなってしまいました。その人がこの世からいなくなるのが辛くて泣いていた時、お通夜の夜に食べたお寿司が本当にまずすぎて笑ってしまいました。なぜか笑ってしまいました。だって、あの時、人って辛い時こそ辛いを面白いに変換できるんだなと感心したことを覚えています。私はあのまずいお寿司のおかげで泣くのをやめて笑おうと決めました。ああ、いいですね。僕がですね、数年前に手術で入院した時に、すごく個人的に笑ってしまったのが、手術が終わって最初集中治療室にこう運ばれるんですよ。手術終わった直後はね。で、その時麻酔が切れてこう目覚めて、まあ、手術箇所が頭だったんですけど、めちゃくちゃ痛くて、痛いとか言いながら。でもそういう時こそやっぱり冗談ってめちゃくちゃ言いたくなるんですよ。で、みんな家族とかスタッフとかみんな言ってくれて大丈夫大丈夫って言って、なんか、もうとにかく冗談が言いたくてしょうがなくて、何言おうと思って、看護師さんがね、女性の看護師さんがいて、可愛かったの、その人が。で、可愛くて、すごい、看護師さんが可愛かったって、すごい可愛かったのって言った瞬間に、何か心拍器みたいなものがピーって鳴り始めて、ピーピーピーみたいな。
で、それで、あ、もう落ち着いて、ゲン、落ち着いて、みたいになるんだけど、あと冗談言いたいから、でもね、あの女の子、ピーみたいな。で、あの、機械に突っ込まれるっていう、なんかその状況は。ってことで言うと、まあ、あの、まあ、割とやったことがある役ではあるんですけどもね。でも、まあ、最終的にヒーローにまでなっていくっていうのはあまりやったことがないですね。だから、まあ、最終的にヒーローになっていく分、やっぱその前半戦のね、この、なんともうだつの上がらない感じというのが今回際立ったかもしれませんな。インタビューでちょっと読んだんですけど、最後ね、まあ最後というか、後半、なんて言えばいいんだろう、かっこいいシーンがあるところを、ようさんは、兄さんは、自分がかっこよく演じたくないっていうふうに思っていたっていうお話を聞いていて、背中の姿のところですね。それがすごくいいなと思っていて、鈴木秀夫本人は、かっこいいとか思ってないんだけど、周りがかっこいいと思ってしまうっていう、そういうヒーロー像みたいなものを、ようさんが体現してるような感じがして、すごくかっこいいと思いました。だって、まあ、なんですかね。だって、かっこいいとは思ってないわけですもんね。本人はね。必死ですよね。必死ですからね。うん、ただ、まあ、その、シーン自体はね、客観的に読めばかっこいいわけですけども、うんうん、だから、かっこいいシーンをかっこよく演じようと思ったら、まあ、まむさら、まあ、気持ち悪いだろうな、というところでね。まあ、結果、見た人がかっこよく、見えるという結果になると一番いいな、と思って、まあ、演じてはいましたけどもね。素晴らしい。ありがとうございます。ラジオネーム、カホタスさん。ヨウさん、映画、アイアムヒーロー、いろいろな賞を総なめしているらしいですね。ありがとうございます。おめでとうございます。もう出る映画祭全部撮ってます。すごいですね。4カ国で6巻撮りましたからね。すごいな。なんかポルトガル、スペイン、はい、ベルギー、アメリカ。うん、4カ国で。さんの、変わったです。どうぞ。歩く踊り、踊る踊り、ふざけながら、散らしながら、バラより美しい。わー、君は、どうですか。11秒。ちょっと待って。兄さん。ちょっと今もちろん冗談ですよ。ダメです、一発勝負なんだから。ちょっともう一回だけ。何ですか。今ちょっともうずっと志村健さん。頭から入っちゃいましたよ。ずっと志村健さん。頭からもうアインの製法で入っちゃったじゃないですか。これだともうもはや志村健さんで競った方がいい。そうすると岡村隆史さんまで繋がるなんか全部。いや、それはこの企画の意図としないですよ。ね、月曜日から金曜日のパーソナリティがみんな志村さんで真似してもしょうがない。僕もじゃあ志村さんバージョン。いや、いいです。いらないです。志村さんバージョンいらないです。もう一回だけチャンスください。もう一回じゃあ兄さん。伏せさん。持ち歌なんですか、持ち歌としてね、本気でやっていただきます。立っていいんですか。立っていいんですよ。立っていいんですか。俺も立ってやればよかった。もうダメ。じゃあ兄さんどうぞ。はい。兄さんの、変わったです、どうぞ。ふざけながら、散らしながら、バラより美しい。わー、君は、目は充血していて。違う。それはな、お前な、12時半に呼ばれて50分待たされたら目も充血するわ。それは本当にすいません。それでね、あなたにね、コンディション最悪だって言われてもね、しゃあないですよ、そんなもん。で、もともとね、この10分とか15分ぐらいから入っていただくっていう、予定ではこっちがあったんですけどね。いや、それはちょっと聞いてないわけ。1時からって聞いてるわけですよ。伝達がね、うまく。1時からって。素晴らしい、マネージャーさん素晴らしいとじゃないですか。その10分前に到着っていうのは素晴らしいですよ。マネージャーも大説教ですよ。こんなことで怒られる。僕はね、遅くついても怒んないけど、巻いて入ると怒るんだ、僕は。もうさっきもね、怒らないでって言われて。バカ野郎って言って僕怒るんですよ。娘さんに心配されちゃいます。娘、絶対聞かせないからいいんですよ。あと、そう、僕褒めたいところは。うん、もう一個、嬉しいな。うん、言っとくと今のところ一個も褒めてないからね。一個も褒めてないからね。同じ、編集者さんとね、担当の方がいるじゃないですか。うん、とある方が。僕とヨウさん、どちらも担当されてる編集者さんが。まあ、ムジカのね。ムジカじゃない、ない方です。ムジカじゃない方です。メディアの方です。本出すときね。そう、本出す。本出すときのね。大泉エッセイとか。出すときのね。そう。はいはいはい。とか、ちょっと、あんま実現はね、できなかったですけど、こう、ご飯食べたいですね、なんていうお話を、はいはいはい、これで、二人でね、言ったことはあるんですけど、その時もこう、その編集さん経由でね、うん、こう、お話をしたりするときがたまにあって、はいはいはい、その時にご飯行きたいですね、なんつって、うん、あ、じゃあ行きましょうよ、なんて言ってたんですけど、うん、で、やれ、車が突っ込んできたり、上から除菌が降ってきたり、除菌が車に引かれたりとかと、やるんですよ。そうなんですよね。それをまた監督が OK 出さないんですよ。あ、素晴らしいですね。何本僕走るんですかっていうのをね、うんうん、やりました。何本も撮ったんです、ね、やりました。でもその撮れ高が十分に出てると思いますね。いや、ありがとうございます。ぜひ皆さん、公開は4月の
23日からです。4月23日。もうすぐですよ。そうですね。もう本当に、まあまあ本当に、まあ、怖い怖いって言う人もいますけど、うん、でもそこまで怖くないでしょ。そうですね。笑うところもいっぱいありますね。うん、なんかこう、終わった感じはなんかこう、爽快感があるでしょ。そうですね。だから本当にカップルでもいいと思います。一人でも行っても面白いと思います。全然いいと思います。ぜひ皆さん、見に行ってください。お願いします。ちょっと星野源のオールナイトニッポンを聞いてる皆さんに、最後に一言、メッセージいただいてもいいですか。星野源のオールナイトニッポンを聞いていただいている皆さん、はい、本当に、この、くだらないラジオを聞いていただいて、本当に、星野源に代わりまして、私が、代わりに、謝罪させていただきたいと。謝罪なんですね。本当にすいません。この下品な放送をずっと聞いていただきまして、ありがとうございます。その星野源の友達の大泉洋の映画を見てみませんか？星野源が面白いと言っている映画なんで、これは面白いんですよね。そうですね。ぜひ。そうですよね。僕も見てほしいです。もう完璧帰るタイミングいいしてます、ね、じゃあもうちょっとだけお付き合いしていただいていいですか。いやもうちょっとお付き合いさせてください。ありがとうございます。すごいみんな今、うん、あいえいえ見てください。うちのマネージャーも拍手してませんからね。入りたいなーって若干、ね、何やってんだよ2時まで釣ってんだろうっていう。じゃあちょっとこの次の企画一緒にやっていただいてもいいですか。そうなんですよ。僕ね、最初にその企画聞いた時点からちょっと思ってました。わかりました。はい。じゃあここで、月曜日から土曜日の、オールナイトニッポンパーソナリティ同士が対決する特別企画をお送りします。題して、曜日別パーソナリティ対決、肺活量ナンバーワンは誰だ？君はバラより美しい選手権。月曜日私星野源、火曜日バックナンバーの皆さん、水曜日 AKB48 の皆さん、木曜日岡村隆史さん、金曜日三代目 JSOUL ブラザーズ山田圭。うるさい、うるさい、おい、なんすか今名前読んでるから、ちょっと静かに練習してる。 JSOUL ブラザーズ山下健二郎さん、土曜日オードリーのお二人、このパーソナリティたちが僕の大好きな一曲、布施明さんの君はバラより美しいのサビ、最後の川田の秒数を競いますと、はいはい、そんなわけで今日急遽兄さんが、いやね、まさか私の持ち歌がね、持ち歌なんですか。私カラオケ行ったら確実に歌いますからね。そうですか、はい、僕もなんですよ。偶然ですね。だってこの歌、こんなに歌って気持ちいい歌ないですよ。そうなんです。それが腹立つのが、この間まで俺に言ってた現場マネージャーが若いくせもうね、喉潰れてるちょっともう明日のお仕事もあるんで無理しないでください。ちょっともうちょっとベストコンディションでやらせてもらっていいそんなに絶対最初の志村さんですよ夜中のね、はい、12時半に呼ばれて、はい、もうね、喉が潰れてるんですよ。明日もう一回やらせてくださいよ。明日来る。明日バックナンバーの皆さんの。ぜひ皆さん期待してみてください。そんなわけで。すごい普通だったな。ね、じゃあこの本物聞いてお別れしましょう。あ、ね、いいですね。布施明さんの君はバレる美しいかけますから。あ、そうですか。はい。ちょっと最後に、うん、星野源のオールナイト日本を聞いてる皆さんにメッセージ言っていいですか。うん、はい、お願いします。星野源のオールナイト日本を聞いてる皆さん。本当にありがとうございました。大泉洋です、うん、はい。いよいよ4月23日公開になります。はい、アイアムヒーロー、はい。出すの上がらないですね。まさかのアシスタントがですね、うん、女性を守るために強くなっていくという話です。この謎の、このゾキュンという感染症に陥った人類がですね、はい、どん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 襲ってくる。その中の。野球ヒロシさんっぽくなってきてますからね。その中の、パニックの中で、人々が必死に生きる姿をお届けします。100万円クイズハンター。本日のゲストは大泉洋さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。 Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. ゲホシロー。なんか明るく楽しい放送をしていこうというふうに私も思っております。ですからもうこれ以降はね、今はこれあとこの後からそうですね、ここまでは YouTube で聞いてくれてる、まあ、なるほど、まあ少ないながらも私のファンもいるだろうと思いました。ここまでは本当にお見舞い申し上げたいなと思いまして話させてもらいましたけども。ではここからは本当にいつも通り楽しいラジオをしていこうと思って言いますけども。何時だよ今おいおいおい怒ってるな。俺何時にここに入ったか知ってるか。何時ですか。12時半ですよ。ほぼ1時間前ですね。いや俺は、はい、俺は、1時からの放送って聞いてるんですよ。ね？はい。
まあまあまあ、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 ごめんなさいね。なんか最初からこんなこと申し訳ないけども、1時からの放送でまずマネージャーが12時40分に入ってほしいって言うんですよ。はい、まあまあまあ、1時からの放送であれば12時40分。はい、まあまあまあ、妥当なとこがね。まあ打ち合わせもあるでしょう。うでねはい、12時40分に入って1時。まあまあまあいいですよ、はいはい。それがまずうちのマネージャーの車のちょっとその読みで、まず10分早く入った。ね。まず12時半に俺は着いちゃった。なるほど。まあまあまあ30分前についてまあ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 、はい、10分しゃあないかなと思いましたよ、うんうん、ねでまあなんかディレクターさんがやってきまして、うん、打ち合わせさせてくださいと、うん、おいや打ち合わせしましょうよと、はいはい、元々私20分打ち合わせの時間取ってるんですからそうですねやりましょうと、うん、打ち合わせしましたよ3分で終わりましたで非常にリアルに思えたんですよこの子だけは失えないと思ったんですけども、うん、例えばその偶然タクシーに乗り合わせたのがおっさんだったらおそらく降りたところでじゃあまああとはまあ別々に行きましょう。そうですよね。僕が守るってことにはならないですよね。じゃあ、僕、じゃあ、こっち行ってみますって。あ、富士山登りますって。いや、それもありだと思います。ありだと。それもありだと思う。みたいなね。まあ、最悪連絡先だけ交換して。どうすか、富士山。ああ、そうすかみたいなね。でも、これやっぱ、有村架純だったら、やっぱそれは守ろうってなります。そうですね。ね。まあでも確かに、ということは、その、ひろみちゃんが頼ってるって構図だけれども、実は、秀夫も、彼女がいたからっていうのがあったんですね。しかも、あとこのタクシーに行くまでのシーンのあの、長さ、ロング、あれいいですよ。ものすごいかかりましたよ。すごいですよね、あれ。カメラを抜けたちっちゃな車がブワーって走って、ずーっと僕のことをこう、はい、撮っていくんですよ。で僕はその、車を追っかけながら走っていくんですよ。はい、あれ、撮影すごい大変だったろうね。大変でした。つまり、カット割らないのでね、その間と。うんうんうん、その一連の間で、やれ、車が突っ込んできたり、上から雑巾が降ってきたり、雑巾が車に引かれたりとかと延々やるんですよ。そうなんですよね。それをまた監督が OK 出さないんですよ、あ、素晴らしいですね。何本僕走るんですかっていうのをね、うんうん、やりました。何本も撮ったんですね。やりました。でもその撮れ高が十分に出てると思いますね。いや、ありがとうございます。ぜひ皆さん、公開は4月の23日からです。4月23日、もうすぐですよ。そうですね。もう本当に、まあまあ本当に、とね、担当の方がいるじゃないですか。うん、とある方が。ああ、はいはいはい。奥田洋さん、どちらも担当されてる編集者さんが。ムジカのね。ムジカじゃない、ない方です。ムジカじゃない方です。メディアの方です。M。本出すときね。そうそうそう、本出す。本出すときのね。大泉エッセイとか。そうそう。出すときのね。そうそう。はいはいはい。とか、ちょっと、あんま実現はね、できなかったですけど、こう、うん、ご飯食べたいですね、なんていうお話を、はいはいはい、これで、二人でね、行ったことはあるんですけど、その時もこう、その編集さん経由でね、うん、こう、お話をしたりするときがたまにあって、はいはいはい、その時にご飯行きたいですね、なんて言って、うん、あ、じゃあ行きましょうよ、なんて言ってたんですけど、うん、僕がね、聞いたときは、牡蠣、のお店に行きたいと。牡蠣がすごく好きだということで。編集者の人ですか？そうす、はいはい。とか、あと、もう、ヨウさんが、兄さんがすごく行きたいと。私も好きなんですよ。はい、そうなんですけど、僕、アレルギーなんですよ。貝が食べれないんでしたっけ？そうなんですよ。で、そうなんで、アレルギーなんですよ。なんで、ちょっと違うところに行って言ったら、いや、そこでと。兄さんがもう、そこにしましょうと。アレルギーを発生させてやろう。童貞にと。おっしゃっています、先生が。という連絡をもらって。違います。それちょっと違います。話違います。違いますか、それは。いや、牡蠣、僕も牡蠣が好きだし、そうですね。その、編集者も牡蠣が好きだから、で、牡蠣のお店にしましょうって言ったんですね。そしたら、兄さんそしたら、はい、そしたら。手首から3センチぐらい上のところの毛が濃いでしょ？すごい、血管の流れと一緒。そうなんですよ。なんかね、ちょっと本当なんかゴルフのグリーンみたいな、なんかここだけちょっと濃いんですよ。でも、ちょっと思うんですけど、なんで七分丈のシャツを着てきたんですか？それで。そう、不思議なんですよ、ね。あなたはね、ピーコさんかな。なんで僕の私服チェックするんですか？いや、おしゃれだなと、すごい素敵だなと思うんです、そのシャツ。これ、めっちゃ可愛いよな、もう。すごい可愛いですね。襟がちょっと丸くなってて。そうでしょ？ね。でも写真撮影できないちょっと惜しいですよね。いや、いいです。撮ってくださいよ。マネージャーが。写真を。マネージャーが僕の髪を撮っちゃいけないって言ってるだけだって。僕は全然 OK です。全く恥じる必要がない。じゃあ顔面から下は大丈夫かもという。顔面映してくださいよ。でもダメなの？そんなタレントいます？顔面から下しか撮れないタレントって。で正直今僕と今1メートルいないぐらいの距離で顔面をちょっと見させていただいておりますけども、はいはいはい、コンディション最悪ですよ、兄さん。兄さん。目は充血していて。違う。それはな、お前だ。12時半に呼ばれて50分待たされたら目も充血するわ。それは本当にすいません。それでね、あなたにね、コンディション最悪だって言われてもね、
しゃあないですよ、そんなもん。で、もともとね、この10分とか15分くらいから入っていただくっていう、予定ではこっちであったんですけどね。いや、それちょっと聞いてないわけ。1時からって聞いてるわけですよ。ね、うまく。1時からって。素晴らしい、マネージャーさん素晴らしいとじゃないですか。その10分前に到着っていうのは素晴らしいですよ。マネージャーも大説教ですよ。こんなことで怒られて。僕はね、遅くついても怒んないけど、モノマネ被ってくるっていうのは、おそらく誰しもが求めてない形のモノマネというか。いや、でもちょっと、泉さん好きな人は多分すごく喜んでると思うんですけど。マイケルが好きな人にとってはこれ以上許せないことはないというかね。私僕、マイケルも大好きなんで。いや、なんか僕のファンにしてみたらなんかこう、なんか若干中途半端な感じで、本物と混じってるからなんかどっちがなんかどうかもようわからんし。そうですよね。それで、なんかこう、うん、なんかこう、モノマネ終わった後に、いや、どうでしたとか、なんか似てた似てないみたいな、いや、そんなことないだろうみたいな話もなく、ふわーっとまたなんかその、また曲に戻るとか。違うんです。曲を流して、流れた後に改めてこう振ろうと思ったら、おいおいおい、もう曲中からモノマネをしだすから。いや、まあ僕はもうマイクを生かさざるを得ないです。そこ生かす必要ないですよ、別に。目の前で目をつぶってもマイクになりきるから。まあ、気持ちよくやってたけども、それでも別に、終わった後でも僕はできたから。そこでマイクを生かされた時のなんか。僕だけしか楽しめない感じになっちゃってたんです。すいません、生かしちゃいました。一番ダメなラジオだね。すいません。一番一人よがれなラジオだね、それは。誰も得しないラジオだな。すいません。あと、その、はいはいはい、褒め合うっていうあれだったんですよね。いや、いいですよ。あと、その後に褒める話をしようと思ったんですけど。いっぱい3万通来てるね、お便りもっと紹介してもらっていいですか。さっきのね、褒め合ってくださいから、はいはい、あなた一個も僕のこと褒めてないし、よくわかんないモノマネさせて。逆に褒めていただいてもいい。いや、ないよ。お前のいいとこなんか。お前のいいとこなんか何にもないよ。始まってから。もう、あの話の流れで褒める話しようと思ったんで、曲がかかっちゃう、もうどうしよう、進行だから、ほんとすいません。曲をかけざる。うだつが上がらないっていうことで言うと、まあ、割とやったことがある役ではあるんですけどもね。うん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 、でもまあ、最終的にヒーローにまでなっていくっていうのはあまりやったことがないですね。だから、まあ、最終的にヒーローになっていく分、やっぱその前半戦のね、うんうんうん、この、なんともうだつの上がらない感じというのが今回際立ったかもしれませんな。インタビューでちょっと読んだんですけど、最後ね、まあ最後というか後半、うん、なんて言えばいいんだろう、かっこいいシーンがあるところを、陽さんは、兄さんは、自分がかっこよく演じたくないっていうふうに思っていたっていうお話を聞いていて、背中の姿のところですね。それがすごくいいなと思っていて、鈴木秀夫本人は、かっこいいと思ってないんだけど、周りがかっこいいと思ってしまうっていう、そういうヒーロー像みたいなものを、陽さんが体現しているような感じがして、すごくかっこいいと思いました。だって、まあ、なんですかね。だって、かっこいいとは思ってないわけですもんね。本人はね。必死ですもんね。必死ですからね。うん、ただ、まあ、その、シーン自体はね、客観的に読めばかっこいいわけですけども、うん、だから、かっこいいシーンをかっこよく演じようと思ったら、まあ、まむさら、まあ、気持ち悪いだろうな、というところでね。まあ、結果、見た人がかっこよく、見えるという結果になると一番いいな、と思って、まあ、演じてはいましたけどもね。素晴らしい。ありがとうございます。ラジオネーム、カホタスさん。ヨウさん、映画、アイアムヒーロー、いろいろな賞を総なめしているらしいですね。ありがとうございます。おめでとうございます。もう出る映画戦全部撮ってます。すごいですね。4カ国で6巻撮りましたからね。すごいななんかポルトガル、スペイン、はい、ベルギー、アメリカ。うん、4カ国。のね、この、なんともうだつの上がらない感じというのが今回際立ってたかもしれませんな。インタビューでちょっと読んだんですけど、最後ね、まあ最後というか、後半、なんて言えばいいんだろう、かっこいいシーンがある。ところを、陽さんは、兄さんは、自分がかっこよく演じたくないっていうふうに思っていたっていうお話を聞いていて、背中の姿のところですね。それがすごくいいなと思っていて、鈴木秀夫本人は、かっこいいと思ってないんだけど、周りがかっこいいと思ってしまうっていう、そういうヒーロー像みたいなものを、陽さんが体現しているような感じがして、すごくかっこいいと思いました。だって、まあ、なんですかね。だってかっこいいとは思ってないわけですもんね。本人はね。必死ですもんね。必死ですからね。うん、ただまあその、シーン自体はね、客観的に読めばかっこいいわけですけども、うんうん、だから、かっこいいシーンをかっこよく演じようと思ったら、まあ、まむさらまあ気持ち悪いだろうな、というところでね。まあ結果、見た人がかっこよく、見えるという結果になると一番いいな、と思って、まあ演じてはいましたけどもね。素晴らしい。ありがとうございます。ラジオネーム、カホタスさん。ヨウさん、映画、アイアムヒーロー、いろいろな賞を総なめしているらしいですね。ありがとうございます。おめでとうございます。もう出る映画戦全部撮ってます。すごいですね。4カ国で6巻撮りましたからね。すごいななんかポルトガル、スペイン、はい、ベルギー、アメリカ、4カ国で、全部で6巻撮ってるんですよ。なんかその、僕、見終わった後に本当にヒットしてほしいなという、日本国内でも。なんかこれがヒットすると、もう日本映画の枠がこう、ぐわっと広がるんじゃないかなと。そうですね。うん、もっとなんかこう、ここがその、車を追っかけながら走っていくんですよ。はい、あれ、撮影すごい大変だったろうな。大変でした。つまり、
カット割らないのでね、その間と、うんうんうん、その一連の間で、やれ、車が突っ込んできたり、上から雑巾が降ってきたり、雑巾が車に引かれたりとかとか延々やるんですよ。そうなんですよね。それをまた監督が OK 出さないんですよ、なあ、素晴らしいですね。何本僕走るんですかっていうのをね、うんうん、やりました。やっぱ何本も撮ったんですね。やりました。でもその撮れ高が十分に出てると思いますね。いや、ありがとうございます。ぜひ皆さん、公開は4月の23日からです、ね。4月23日、もうすぐですよ。そうですね。もう本当に、まあまあ本当に、まあ、怖い怖いって言う人もいますけど、うん、でもそこまで怖くないでしょ。そうですね。笑うところもいっぱいありますね。うん、なんかこう、終わった感じはなんかこう、爽快感があるでしょ。そうですね。だから本当にカップルでもいいと思います。一人でも行っても面白いと思います。全然いいと思います。ぜひ皆さん、見に行ってください。お願いします。ちょっと星野源のうなど日本を聞いてる皆さんに、最後に一言、メッセージいただいてもいいですか。星野源のオールナイト日本を聞いていただいている皆さん、はい、本当に、この、くだらないラジオを聞いていただいて、本当に、星野源に代わりまして、私が、代わりに、謝罪させていただきたいと思います。謝罪なんですね。本当にすいません。この下品な放送をずっと聞いていただきまして、ありがとうございます。その星野源の友達の大泉洋の映画を見てみませんか？何の文句もない。そうだものと、そうだものと思うけれども、完全な言いがかりです。兄さん。なんかね、うん、見た目がね、なんか可愛すぎるんですよ。ね、今日だって頭にね、コンドーム乗っけて、ね、憧れのコンドームか知らないけど乗っけてるんですよ。なんかね、見た目が可愛くて、もうどうしてもこれが人気あるに見えない。で、私がね、そのコラムの中でね、うん、この童貞が人気なんだってもう怒るんですよ。童貞じゃねえよって。別に、いや、童貞じゃねえよ、いる。童貞じゃねえよ、俺、なまらやってるよとか言ってるんですよ。なまらは言わなかったです。なまらは北海道人じゃないから言わないですけど。かね、こう、大学生にしか見えない。いくつなんですか、あなた。35です。いや、おかしいわ。35はおかしいわ。大学生ですよ、見た目。からね、お金もないのに頑張ってね、こうやってやってるって私は。そう。童貞は、すごくお金がないんでしょって、お金の心配をしてくるでしょ、いつもメールで。あるよ、普通に。そこそこ稼いでいるの。金あるよって言うから、こんなこと言う人初めて見た。金あるよ、俺これ心配してくれてるのは嬉しいですよ、そりゃ。すごく嬉しいんですよ。もうね、とにかくね、でもね、食事に行きましょうって言って。はい、その食事に行きましょうって言うと、必ず、おごってくれって言うでしょ兄さんは。その、高いところに行こうっつって。それは、もうね、もうぐちゃぐちゃ行動が。どうしよう。だから私はね、私はあなたを、バカにしたいから言いますよ。うん、私は、あなたの、星野の方で、まあどう言うかわかりませんけど。じゃあ、わかんないんじゃん、みたいな。どうなるかわからない打ち合わせさせられてですよ。はい。3分で終わるものを、12時40分、20分取られたって12時40分に入ってくれって言われて。30分に入っちゃって。ね、で、30分に入って、まあじゃあまあまあじゃあ30分で行けばいいんだなって思ったらなんかよくわかんない。最初の最後の最後でディレクターがいたのは、というわけでございまして、だいたい1時10分頃お呼びしますと。なんか10分、なんかわからん感じで10分押してるんですよ、僕の中で。いや、俺は1時からのラジオって聞いてんだから1時から呼ばれんだろうと思ってんねん。はい。でもそれがなんとなく1時10分ぐらいからの出番になりますと。ああ、そうなんだと。うん、じゃあ俺40分待ちだ、みたいな。で、1時、まあいいわ、1時10分から、じゃあどうする ?1 時10分、10分かなと思って、どうしたの今俺喋り始めたの ?1 時20分じゃありませんでしたいや、もう、ねえ、俺喋るまで50分ありましたよちょっとメールを読みたいと思います。北海道、くずの星、36歳、女性。ああ、北海道ありがとうございます。あんまり不機嫌な姿を見せると、また娘さんが、なんでパパはいつも怒ってるのと言われますよ。だって、大泉さん兄さんこれはもう、入り時間の文句を言うなんていうのは、先輩として、一番恥ずかしいですよ。おかしいじゃない。この子放送始まる前から俺が文句言うことを分かってるじゃない。さすがですね、地元の星を。俺が文句言ってないうちから文句言うと怒られますよって言ってるじゃない。すべて分かってらっしゃるんですよ。皆さん、ファンですから。うちの娘にこんなラジオ聞かせるわけないでしょ。でもすごいですね。驚きました。すごい人気があるそうで。僕もじゃあ、志村さんバージョンいやいや、いいです。いらないです。志村さんバージョンいらないです。もう一回だけチャンスください。もう一回じゃあ、兄さん。伏せさん。持ち歌なんですか持ち歌としてね、本気でやっていただきます。立っていいんですか立ってもいいですよ。立っていいんですか俺も立ってやればよかった。もうダメ。じゃあ、兄さんどうぞ。はい。兄さんの、変わったです、どうぞ。ふざけながら、じらしながら、バラより美しい。わあ、君は。
兄さん、16秒です。え兄さん、16秒です。す完全に本気を出してましたけど、今。すっごい普通じゃないですか。普通だし、最後、志村です。完全に志村さんでした、今。つって終わってました、今、最後。ちょっとごめんなさい。はい。もうね、うん、喉潰れてる。ちょっともう明日のお仕事もあるんで無理しないでください。ちょっともうちょっとベストコンディションでやらせてもらっていい？そんなに？絶対最初の志村さんですよ。夜中のね、はい、12時半に呼ばれて、はい、もうね、喉が潰れてるんですよ。明日も一回やらせてくださいよ。明日も、明日来る。明日バックナンバーの皆さんの。ぜひ皆さん期待してください。そんなわけで。すごい普通だったな。ねじゃあ、すごくフレッシュな場面がいくつかあって、僕はすごく大好きでしたよ。はいはいはい、そんな中で、こちらメール来てます。はいはい、ユミさん、大泉さんに質問です。新しい映画、アイアムはヒーローが始まりますが、髪型がクルクルじゃないですよね。映画予告を見ましたが、サラサラでした。大変でしたかっていうメールが来てるんですけど、サラサラなんですよ。あの、兄さんの髪の毛が。で、兄さんが、本当にあの、器用な、あの、いい人というか、あの、もう自分がちゃんと出せない、うん。どちらかと今横にいるテラちゃんに割と似てるんじゃないかなっていう感じのキャラクターをされていてですね。そうですね。はい、確かに私が求めた、こんな人になりたいなっていう方ですね。原作の鈴木秀夫にそっくりなんですよ。そうですね。そうなんです。似てます、ええ。ありがとうございますって言いましたけど、別に褒めてません。あれ、兄さん兄さんこれ CM 行っちゃうってことはちょっとね、あのね、見てください。あの、東宝さんのあの怒った顔。兄さん、これもう。東宝戦でもめっちゃ怒ってますよ。もうちょっと映画の話聞きましょう。2時台まで行きましょう、兄さん。いや、違う、僕ね、違う。星野源のオールナイトニッポン、今夜は、大泉洋さんがゲストに来ていただいております。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。アイアムアヒーローのお話を聞きましょう。お願いします。どうぞ。で、話のね、途中だったんですよ、でも。はい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 、その、でもその、鈴木秀夫という役が、うん、いわゆるこう、大泉さんが今までやられてた役、とちょっとだけ違うイメージがあってすごく新鮮だったんですよね。ものすごく繊細に演じられてました。まあ、あのうだつが上がらないっていうことで言うと、まあ、あのまあまあまあ割とやったことがある役ではあるんですけどもね。でもまあ冗談を言う大泉洋であり、直の時は、すごくまっすぐな役者としての先輩の、ご本人はちょっと不甲斐ないっていう冗談のように言ってましたけど、本当に僕はそれが嬉しくて嬉しくて、ありがたくてありがたくて、なのでもうより大好きになってしまったですね。なので褒めるってことを全くできてなかったんで、この話をちょっとずっとしたかった、すいません。そんなわけで星野源のオールナイトニッポン、メールテーマ、辛かった苦しかった時に笑えたことというメールたくさんいただいております。紹介します。源さんこんばんは。こんばんは。私が長年勤めていた会社を辞め、新しく派遣で働き始めた時のことです。新しい環境に馴染めず、仕事帰りに泣きながら、もう会社を辞めたい、と主人に電話をしてしまいました。その日主人の帰りを待っていると、いきなり全裸姿の主人がただいまーと満面の笑みで帰ってきました。え、どういうこと？全裸姿で帰ってきたってこと？すごいね。外で全裸になったってこと？とっても驚きましたが、めちゃくちゃ面白かったし、私を笑わせようとしてくれた気持ちが嬉しくて泣きながら爆笑しました。だって。そして次の日、風邪をひくようなバカな主人ですが、そうやって私が辛い時苦しい時はいつも笑わせて元気づけてくれるので、とても感謝しています。だって、いいメールだね。ラジオネームチーコ、ありがとう。これ多分玄関の前で脱いだんだよ。寒かったろうに、ただいまーっつって全裸で帰って、チンコプラプラさせながらね。素晴らしいですね。ありがとう。ラジオネーム、おとよ。二十歳の時、阪神大震災に遭いました。震度7で、周りの家はぺちゃんこ。みんな、え？いや、星野くんさ、悪いんだけどさ、もうそろそろさ、僕の映画の話してくれる？今、ペン回しの話をすごいされてて。CM の間はね。そうですね。知ってるよね？僕、映画の宣伝で来てんの。知ってます。知ってるよね。ちょっとじゃあ、お聞かせいただきたいですよ。もう一個言うけど、俺2時までしか出ないからね。あ、そうなんですか？そうですよ。僕2時までって聞いてますよ。もしよかったら、その後も全然言っていただいて大丈夫。誤解を恐れずに聞きますけど、僕の登場ってあと7分ないんですか？そうですね。これだけよくわかんないものまねさせられて。あと5分ぐらいですね。自分でしたんじゃないですか。自分から。映画の話しっかりとねってディレクター言ってるけど、もう遅いんだよ、君言っとくけど。はい、じゃあ、兄さん、わかりました。兄さん、わかりました。兄さん、今日はなんで来たんですか？いや、まあ一つにはね。はい。今ね、星野源君がやってるラジオのゲストです。本当にありがとうございます。もう一つはこの、4月23日公開になります。はい。アイアムヒーローという映画です。これはもう、嬉しいな。主演をされている。主演でございます。はい、私も見させていただきましたよ。嬉しい。忙しい中、申し訳ないね。面白かったですよ。なんでも、原作のファンだとか、うん。そうなんです。
こう、どういう映画なんですか、このアイアムアヒーローという映画。え、やっぱ告知をするからには、やっぱご自身で説明していただかないと。こんなにね、単純な、うん、あのね、映画に大事なことっていうのはね、もう、短くストーリーが言えることなんです。なるほど。勉強させていただきたいです。この映画何かと言います。